長らく空いてしまったんですけど、今日からまた Vlog 再開します。お願いします。リンスはすでにね、もう買ってあって詰めてるんですけど、ボディーソープとシャンプーもやってなかったので、こいつらを。磨きがつくかつかないかがちょっとね微妙ですよね。磨きつかねー。これはもうすでに結構使ってるんで、もうほぼないです。リンス、シャンプー、ボディーソープ、もう粘土で見分けつける感じですね。サラサラ、ちょいサラ、どったりみたいな。シャワー浴びます。ジム行ってきます。有酸素終わって風呂入って、今帰宅です。仕事が続けられてたり、昨日ジム行けたりしたんで、今日は朝から動画編集して、徐々に一週間を取り戻していこうかな。お腹空いたんですけど、食べ物がね、ほぼほぼないんよな。自炊やめてから、やめてというか、ないんですよね。あんのが、ナッツと、あと、昨日の野菜と枝豆ぐらいか。家で注文来るか待ってたんですけど、全然来なくて、なんかレシートの整理とか精算とかほぼ終わっちゃったわ。いつもより40分ぐらい遅れて行きます。仕事の最中でオイル交換、オイル交換もね割と金かかりますからね。はい、そう考えるとウーバーとか出前館の時給って低いと思うわ本当に。
当は夜もウーバーイーツ行く予定だったんですけど、ちょっともうやる気がなくなってしまってやめることにしました。もう限界超えました。暑すぎる。エアコンつけようかなと思うんですけど、解禁です。ちょこれね、怖いよ本当。慣れちゃうとマジで危ないからね。配達でね、外で仕事してるんで、外出る気なくなるとか一番やばいからね。あんまし過度に使わないようにしないと。動画撮れてなかったっすね。朝サラダしか撮ってないわ。配達して、で今から買い物行きます。帰ってきました。購入品ね。ちょっと昼はこれだけでいいかな。からジム行くんですけど、その前にジムはね、今日も軽め、昨日も一昨日かも軽めだったんですけど、山盛りサラダ。疲れた。スーパー行ってこようかなって感じですね。普通に一日働く時間を増やして、エアコンを気兼ねなく使うっていう、そっちのスタイルに持っていこうかな。普通に汗が。ご飯です。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回1ヶ月前の Vlog でちょっとね、編集がなかなか進んでいなくてっていう状態ですが、まあ、なんとか形にして更新しました。今7月の26日で、もうこれ動画1ヶ月前なんですけども、仕事は続けられてない時もあるんですけど、続けてる時の方が長くってとか、まあ、編集も、まあ、なんとか動画を更新して、ちょっと止まっちゃってるけどギリギリ間に合わせてみたいなのとか、ダイエットの方もサラダを食べてる時期もあったけどまた爆食しちゃってみたいな、まあ、3歩進んで 2.5 歩下がるみたいな生活をしています。はい、ただですね、一時期よりかは発信活動とか労働とかできてるので、2ヶ月前とかの僕は結構かなりヤバかったので、1ヶ月前というか1ヶ月半前とか、だからそこと比べたらマシにはなってるなっていう感じですね。今日7月26なんですけども、またここから頑張りたいなっていうところ で、その間にも撮ってた動画はちょっとあるので、まあ、それを更新しつつ、編集時点での話ですけども、積極的に頑張りたいなっていう感じで 0.5 歩進んでいるので、自分的にはまあしょうがないかなぐらいですね。ということで今回は月末支払い終了後の Vlog で、必要なものを買ったりとか、まあ、仕事だけしかしてなかった先週と比べて掃除したり、
ジムに行けてたりする、で労働もなんとか続けられてるっていう Vlog でしたね。まあ本当にそれが何よりというか、本当の本当にお金に追い込まれてる時っていうのは、まあ、お金を稼ぐっていう行為しかできなかったので、今はそれと比べて、ね、ちょっと生活に余裕ができている点で良かったかなっていうふうに思ってますね。ということで今回の Vlog これで終了します。また次回もよろしくお願いします。またねー。